無口で人見知りして、なんともこう暗い少年には多分ものすごく華やかで、不思議な世界に映ってましたね、この手が現在の石井アートの原点なのだ。祖父は頑固で厳しかったが、死ぬまで和菓子職人の手をしていたという石井達也。亡くなったその年、石井は祖父への思いを込めてこの曲を作った。そこに懐かしい笑顔、深い深い心の奥で今も生きる。Saturday